子は。あなた、誰に言われていらっしゃったの？存じませんわ。誰なのかしら。私と同じですの。そう、吸血鬼ですのよ。それは複雑ですわね。それにあなたが信用できるかどうか分かりかねますわ。でも全てが知りたいのでしたら、私を家族が住む家に返していただきますわよ。昔は家族でソリチュードの西にある島に住んでおりましたの。今もそこにいると思いますわ。ところで、私はセラーナ。どうぞヨシナに。それはできれば触れたくありませんわ。お分かりいただけて。ごめんなさい、他意はございませんの。誰を信用していいのかわからないのです。家に着けば我々がどういう状況にいるのかがもう少しわかるはずですわ。私にもよくわかりませんわ。幽閉されていた頃から随分と印象が変わっていますのよ。ソリチュードの近くの島にございますわ。渡るのに使える小舟でもあるといいのですが、私の家族の家です。そこまで歓迎されないかもしれませんが、誰がいるかによっては安全なはず。私の父母がちょっとした仲違いをしたとだけ言っておきますわ。別段危険にさらされてるわけではございませんの。父に会うのがそれだけ不愉快な出来事になるだけで。ここの空気重く感じませんこと。少し頭がぼんやりいたしますわ。また外に出て深呼吸できたらいいでしょうね。日の光は恋しくなくとも、新鮮な空気は恋しいですわ。
どうも変ですわね。気をつけて。面倒なことになったようですわ。誰？また息ができるなんて素晴らしいですわ。こんな天気でも洞窟の中よりはマシですわ。そうですわ。北に行ったところですね。そこまで行って戻ってくるためのボートを私たちはこの辺りに確保しておきましたわね。中に入る前に言っておきたいことがあるのですが、ここまで連れてきてくれてありがとう。でも中に入ったら私はしばらく自分の道を進むことにいたしますわ。私はあなたのお仲間はここの住人を皆殺しに従うのでしょうね。あなたにはもう少し話が通じると思いたいですわ。中に入ったらしばらくおとなしくしていて、段取りは私が。セラーナ様がお戻りだ。門を開けろ。門の中に入りましょう。洞窟でも構いませんわ。とにかく日の届かないところへ。よくここに足を踏み入れることができたな。ちょっと待った、セラーナ。本当に君なのか。信じられない。
主様、みんな、セラーナが戻ったぞ。私が来ると分かっていたようですわね。信じられない。長らく行方の知れなかった娘がようやく戻ったか。清掃の書は持っているのだろうな。久しぶりに出会って真っ先に聞くことがそれですの？ええ、その書なら持っておりましてよ。もちろん会えて嬉しいに決まっているだろう。言葉として口にしないとわからんのか。私を裏切ったお前の母親がこの場にいれば、この再会を見せてやった上で頭から口差しにしてやるのだが。して我らの殿堂に見知らぬ者を連れてきたようだが、何者なのだ？これは私の心の拠り所、私を自由にしてくれたものですわ。娘が無事に戻ったこと感謝している。お前の名は何だ？私の名はハルコン、この一族の王である。我々の素性については娘から聞いていることだろう。吸血鬼であるだけではない。我々はスカイリムの吸血鬼の中でも最も古く最も強大な一族だ。我々は世の気苦労から遠く離れ、何世紀もここで暮らしてきた。しかしそんな時代も、妻が私を裏切り最も大切にしていたものを奪い去ったことで終わりを告げた。多大な貢献に対し褒美を取らせねばな。清掃の書、そして我が娘と同等の価値を持つ贈り物となると一つしか考えられない。私自身の血だ。これを得れば羊たちの間を狼として歩め、近づけば人々が震え上がることだろう。死を恐れる必要もなくなる。そうだな、匂いでわかる。私の血の力で汚れが浄化され、再び万全な状態に戻れるだろう。この城からお前を追放する。今回ばかりは見逃してやるが、その後は獲物とみなす。まだ納得できないか。我が力を見るがいい。この力は手に入るのだぞ。さあ選ぶがいい。ならばお前は獲物だ。上妙の者の霊に漏れずな、立ち去るがいい。